こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、バックナンバーの高根の花子さんですね。結構かなり初期の方の、ヒットソングだと思うんですけど、これカラオケの解説で、解説というか録音でやったので、ちょっと解説していきたいと思います。僕の場合はですね、完コピ譜じゃなくて、スタッフなんで、どういうふうに考えて演奏してるかっていうことを解説していきますね。で、ここに関しては、イントロですね。パバラバラバラバ。これはリズムパターンこれなんですよ。で、この右の手前に音を入れると、後ろに入れると、タムに行くとフィルインみたいに聞こえるでしょ。だからこのリズムパターンをキープしながらタムに移動するとフィルインになると。で、下が一回フロアに行ってタタタタドンタタカトン、こういうタイプの場合はタタタこのブレイクをこう結構浮かせがちなんですが、タタタタドンスカタカトンジャーンってやると、やっぱり頭から途切れたけど、バンドは途切れたけどドラムがもうすぐなだれ込ませるっていう感じでいい音選びだと思いますね。で、ここの考え方は全部一緒です。なので、ずっとこのイントロと一緒で「ダラララララララ」で、ここをやっていくと、このフィルインをこう適当にこうやって入れてるんですが、こうやって入れていくっていうことですね。ここなんか「うちゃうちゃうたうとと」だから「うちうう」もう基本形の変形で場所をやってるんで、結構綺麗な動きだと思います。で、 B のとこね、ここが問題で、ここがで「タドタドド」というところなんですが、ここはこうやって聞き取ったけど「ツタタとタット」っていうのはで、そうするとここは「タタタトと」なので「ツタタと」は、で「タトタト」という形なんじゃないかなとは思うんですが、ここね結構バスドラがないと急にここだけスカスカなるんですよ。なので僕は。バスラ踏んだイメージでやってみました。もうやってみましたね。リピートの時は普通の一応これもやってみましたけど、でドン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 、こう決めがかっこいいですね。このままですね。で、サビはハイハットの裏打ちっていうことですね。ここフィルインがちょろっと入って、でここは前半を音階を大きくしといて高くとつなげてるんだけど、ウッタのこう16引っ掛けてといういい組み合わせのフィルインだと思います。で、このライドの裏打ち、これが結構難しいんだけど。ここをちょっと分かりにくいけど「どっち」で「タンチタ」「タンチタ」で、次はスネアが速くて「うたち」で「タンチタ」。これはすごい大事ですね。ここの「うたんつたつた」と、これも形で覚えてしまえばいろんなところで使えるので、でリピートして、同じことをやります。で、ここはライドとスネアのシェイクって書いて、要はですね。で、ここはさっきの B のとこの決めと一緒ですね。で、ここ C ドロップだ。この4拍目にハイハット入ってるのかな。ワンツースリー。ペダルってやるんです。裏打ちから、だから表に戻リズム戻してで1の8分の動きから16引っ掛けてでサビに戻っていくってことですね。でサビに戻るでしょ。でまあサビ1回やったらあと最後は、ライドのシェイクやってだん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 座るからっていう風に演奏したという形でございます。そんなに難しいです。この B のところが結構手強い感じですよね。ここをまあどういう風に持っていくかって感じですが、ここをうまく通り抜ければいいんじゃないかな。難しい曲だったと思いますが、すごく凝ってていいですよね。バックナンバーのドラムも非常にこうドラムが凝ってあってかっこいいと思います。ぜひ練習してトライしてみてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。